どうも木崎です。今回ですけどもこちらコルニエさんのですねシルクネップデニムシャツご紹介していけたらなと思います。まずですねコルニエっていうブランドなんですけども、以前ですね2回ほど展示会潜入としてですね動画等を制作させていただきました。まあ、ざっくりとねコルニエっていうブランドを説明すると、日本の産地が世界に誇れる最高級の素材だったり技術っていうのを使った洋服を展開していて、さらにその洋服を手に取りやすい値段で販売することをですねテーマに掲げたブランドです。まあ、なので基本的には以前動画にした展示会に行っていただいたり、オンラインストアで購入していただいて卸しをしない分その分リーズナブルにね手に取っていただけるようなアイテムになっているんですけども、今回その2回の動画がすごく反響をいただいたということでプラス僕がお店の方をオープンするっていうところで今回限りオープン記念にですねコルニエさんの商品を制作していただくことになりました。そして出来上がった商品がですねこちらのデニムシャツです。本当に今シーズン僕が着たかった洋服を制作していただきました。そして僕が期待していた以上に最高の商品が出来上がったのかなと思います。まあ、ということでこちらのね商品一旦着てみたいなと思います。はい、ということで実際に着てみました。いかがでしょう。まずですね、先に素材の説明をさせていただきます。素材はですね、縦糸にコットン、横糸にですねシルクを使ってシルクが 45% ほど入ったシルクデニムシャツになっております。もうね、でオンスで言うと 12.5 オンスぐらい、かなり迫力ある素材なんですけども、そんだけねシルクが入ってるので少しこうドレープ感があるというのと、あとはですねこのシルクネップの生地を最大限に活かす加工、バイオウォッシュってですねこう柔らかくでよりこう風合いを引き出すね加工を最後にかけてます。そういった素材をこの分量使った商品です。今シーズン僕が着たかった洋服をね制作していただいたというところですね、やっぱりキーワードはデニムなのかなと思って、そしてですね、結構 SS からこのデニムっていうキーワードはあったんで秋冬シーズンはブラックデニムを着たいなって思ってたんですよ。そんなですねコルニエさんがこのシルクのブラックデニム提案していただいて、いやーこれ本当にこの上ない素材で制作していただきました。そしてですねこのシルクネップっていうことでこの表情、本当にね唯一無二でいいアイテム制作していきました。で僕はですねやっぱりこういったいい素材はですねこの秋からですね春先まで長いシーズン着たいなって思って、今回はですねこのゆったりとしたシャツで制作していただきました。シャツなんですけども、先ほど言ったように 12.5 オンスぐらいの迫力ある生地なので秋冬もう少し寒くなってきた時はですねフーディーなんかと合わせて、結構ねこのフーディーシャツの中にフーディーっていうのもね今シーズンしたかったコーディネートの中にあったので、そういったイメージでこう身幅そしてアームゆったりめに作っていただきました。シャツなんですけどもここ結構裾はですねフラット気味に制作していただいてるんで、こうジャケット感覚で着ていただけるのかなと思っております。そしてですねこちらのねお値段少しね口頭では言い忘れてたと思うんですけども、税込みで2万円切ります。19,800円。本当にこの価格帯でこのクオリティでボタンなども全て水牛のボタン使用してます。縫製も綺麗に制作していただいてます。このなんで本当にねコルニエさんの企業力あってなのかなと思っております。本当にね今回限りしか、本当にしかも数量限定しかね制作できなかったんで、ぜひですね皆さんに手に取っていただけたらなと思います。でちなみにですね開けてみるとこんな感じです。はい、こういった感じで今ですねインナーに30着てるんですけども、タックインしてこういった感じで着ても全然 OK かなと思ってます。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はですねコルニエで別注で制作したシルクネップのデニムシャツをご紹介させていただきました。ぜひですね気になった方チェックしていただけたらね僕もすごく嬉しいです。はい、僕自身も本当にかなり気に入った商品ができたので、ぜひぜひ、店頭だったり、オンラインストアだったりでチェックしていただけたら思います。ということで本日はですね以上になります。この動画が良ければグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。